算数数学教育を担当している渡辺浩二です。よろしくお願いします。小学校にはこの十三の教科があります。そのうちの一つが算数です。では、この算数は世界各国で教えられているのでしょうか。まず、アジア地域にも、アジア地域の国にも算数数学教育が行われています。また、アフリカ地域にも。 されていますそして中東または中南米の国々でも算数,教育数学教育が行われていてオセアニア地方でも行われていますこのように世界各国で算数数学教育が行われていますここで例えば南米にあるエクアドルの算数数学教育を見ていきたいと思いますエクアドルではエクアドルはここにありますエクアドルでは 子どもの低い学力水準の改善が <laughs> に取り組んでいますどれぐらい学力が低いかというと例えば1分の2たす1分の3という問題を小学校6年生に質問したとしますそうすると <laughs> 子どもたちは元気いっぱいに手を挙げて答えてくれますこの問題にこの計算に対してどのような答えが返ってくるでしょうか 正解は六分の五なので六分の五は返ってくると思いますがこの五分の二という答えが最も多く返ってきます当然間違っていますこのことでこの五分の二という回答はある学校ではとても多くて正答率は10%以下ということもありますこのように正しい計算が身についていないという状態も少なからずあります。 ですが子どもたちは学校ではこのような計算を習い子どもの実態と学習内容が必ずしも一致しないということもあります。このように世界各国で行われる算数・通学教育ですが子どもの学力の実態はさまざまで勉強するまた指導する内容も国によって異なります。しかしどの国においても算数授業・算数,数学の授業が行われています。 子どもたちはこのように学校に来て先生は算数数学の授業をします。これは各国共通ですでは共通である算数数学の授業を見ていきたいと思います。授業には必ず子ども先生そして教える内容学ぶ内容の教材が存在します。その教教材、算数数学教育では 教材は算数や数学、またはそれに書かれている教科書になります。そして、先生は。数学力をきちんと身につけて、授業をする、授業力というのが求められます。で私はいくつかの国の算数、数学、教育を見ることがありますが、見て感じることがあります。それは、この二点です。 まず日本で使われている教科書の質の高さもう一つは授業における指導内容の正確さですまたこの教科書の質の高さと指導内容の正確さから日本の先生日本の算数数学を教える先生の知識の豊かさと正確さを常に感じます。 この算数数学の知識の豊かさ正確さが日本の先生の専門性の高さを意味するのではないかと思います <laughs> では日本,の日本で算数数学教育を指導また教えると考えたときに算数数学の専門性は必須です <laughs> 三角形でいうとここの部分になりますここの部分について わかりやすい算数の授業に向けて、算数、数学の原理、原則、性質、特性の理解。が小学校の先生に向けて、専門性の一歩、なのではないでしょうか。では、具体的にどのような専門性が必要なのでしょうか。小学校二年生では、このような内容を学びます。例えば、ここに書かれているように、二千九百二十。 3を数字で書きまましょううという指導内容がありますではこの指導においてどんなことが専門性につながるでしょうか考えたいと思います。A と B2 つの国の人口はそれぞれ3億7,000万3,020人 B 国は万人ですこの2つの国のを合わせると何人の人がいますかという問題です。 ちょっと計算してみてください。多くの人は、例えば三億七千万三千二十をの間数字で書かれたものをこのように三洋数字に直したと思います。同様に B 国においても間数字を三洋数字に直して、それを筆算を使って計算したのではないでしょうか。 ではどうして三慣用数字をそのまま計算せずに三用数字直すので直すのでしょうか答えはこういうことではないでしょうか関数字のままだと筆算が非常にやりにくいですが三用数字に変え変えると筆算の計算ができる。 こ,こが一つのの理由なのではないででしょうかではここの数関数字だと筆算は難しくて三要数字にすると筆算ができるようになるここの違いを考えたいと思います。関数字を見てください。関数字だと3億7千万3千2 0 20と値のないところには記述がありません。 値のない桁には記述がありませんですが3要数字だと値のない桁にも0が入っていて全ての桁が存在することが分かりますこのことから3要数字では0を用いて全ての桁を明示するという特徴がありますでこのように関数字のようにのような数字の書き方のことを 桁記号を奇数法と言いますまた算用数字のような数字の書き方のことをクライドリ奇数法と言いますこの桁記号を奇数法とクライドリ奇数法のこの違いが筆算という計算を可能にさせていますこのように桁記号を奇数法とクライドリ奇数法の 違いまたは特徴をしっかり理解することによって小学校2年生8歳児が学ぶこのような内容を楽しくまたは正確にまた次の3年生4年生につながる指導ができるのではないでしょうか算数で習う内容は大人にとってはそれほど難しいことではありませんですが <laughs> 算数数学の原理原則性質特性を十分に身につけて高い専門性を持つ小学校教員を目指してほしいと思います。